エイプリルは2015年に結成した韓国の6人組ガールズグループ DSP メディア所属。公式ファンクラブ名はファイナップル。グループ名エイプリルは最高のアルファベットである A と愛らしい少女を表すフリルを掛け合わせた造語であり、最高の愛らしい少女たちという意味と4月のような心地よい暖かさを歌っていたいという思いが込められている。 2015年2月9日、DSP メディアが、カラ、レインボーの妹グループが本年中に、デビュー予定であることを発表。8月24日、ソミン、ジェオン、ヒョンジュ、ナウン、イエナ、ジンソルの6人組として、ミニアルバム、ドリーミングでデビュー。11月9日、グループのリーダーであるソミンの脱退を発表。ソミンは後に、同事務所の男女混成グループカードへ加入した。 残りの5人のメンバーはシングルアルバムボーイングボーイングをリリースし12月21日にはウィンタースペシャルアルバムスノーマンをリリースした2016年2月12日ファンクラブ名ファイナップルを発表2月14日バレンタインデーのためにエヴァーランドロマンティックコンサートというタイトルのミニコンサートを開催2月18日 第22回大韓民国芸能芸術賞で新人賞を受賞した。4月27日に2枚目のミニアルバムスプリングをリリース。リードシングルティンカーベルを含む6つのトラックで構成されている。ヒョンジュが健康上の問題のためにグループから一時的に休止し、カムバック中はメンバー4人で活動した。8月21日。 ソウルのペクアームアートホールで1周年を記念して初のソロコンサートドリームランドを開催10月15日には別のコンサートが東京で開催された脱退したチェギオンもゲストメンバーとして両方のコンサートに参加した10月29日演技のキャリアを追求するためヒョンジュが7ヶ月の休止の後に脱退新メンバーとして11月11日にチェギョン 24日に、レイチェルが加入し、再び6人体制となった。1月3日に3枚目のミニアルバム、プレリュードをリリース。このアルバムが新体制としての初の活動である。5月29日、セカンドシングルアルバム、メイデーをリリース。9月20日、ホースミニアルバム、エターニティをリリース。3月12日、フィフスミニアルバム、ザ・ブルーをリリース。四月十五日、 日本ファーストシングル、ティンチャーベルをリリースし、日本デビュー。10月16日、6ス,スミニアルバム、ザルビーをリリース。1月16日、日本セカンドシングル、オエをリリース。4月22日、7スミニアルバム、ダーカーポをリリース。7月29日、サマースペシャルアルバム、ハローサマーをリリース。ミニアルバムシングルアルバムサマースペシャルアルバム。 ウィンタースペシャルアルバムミュージックビデオエープリル。YouTube チャンネルシングルミュージックビデオエープリル。YouTube チャンネルウェブサイト YouTubeFacebookTwitter。インスタグラム。ありがとうございます。